やってみるか。レディゴー。それはハッカソンでしか取れない珍しい石。唐が緑石。おお、知っていなさるのか。あんたのような旅の人が。この石を狙う者がハッカソンにまで来たんです。なんと。そういえばこの石について根掘り葉掘り聞いていった者がいた。根掘り葉掘りですか。ああ、石掘り師の名前や居所まで聞かれたぞ。あれはレッドスネークとかいうゴロツキだった。レッドスネークが。やっぱりそうか。そいつらはどこに。この辺りを縄張りにしている連中だが、寝床まではわからない。そうですか。シェンファー。リョウ、何か分かった？レッドスネークを追い払った拳法家がいるそうだ。拳法家？ああ、六号館という道場にいるらしい。行って話を聞いてくるよ。うん。シェンファーはどこを調べるんだ？六角通り、お堂に行ってみる。そうか。リョウが会った巫女さんに私も会ってくる。ああ、シリンか。シリンっていう人なのね。わかった。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。シェンファー、街に出るときは気をつけろ。うん。レッドスネークの連中は女の人やお年寄りのやっている店を脅している。卑怯な奴らだ。レッドスネークに気をつけるんだ。私なら大丈夫。ありがとう、リョウ。
の？こんな汚い部屋もう嫌。他に部屋はないの？わかったよ。なんとかさせるから落ち着いてね。私スイートルームがいいわ。スイートルーム？そうよ、綺麗で広くて眺めも素敵なこの私にぴったりのお部屋。そうだね、君にふさわしいと思うよ。この緑色のは本当に果物なの？一体何の実なのかしら？これはそのあれだよ、あれなあ、あんた。これはラカンカ、ケイリンの特産物よ。千人の果実と言われててね、美容にとってもいいのよ。まあ、よし、ここのラカンカ全部くれ、全部だ。泥棒よ、誰か来て捕まえて。待て、冗談を。ジジイ死にてえのか。うわ、あなたは一体。ご覧の通り、ただの迂回です。すみません。ああ、なんだい。これを207号室の夫婦に渡してください。はあ？頼みます。はいよ。やれやれ。6号館へ行って許さんに話を聞くんだったな。すみません。なんだい。許さんに会いたいんです。奥にいるよ。わかりました、ありがとうございます。許さんですか？んだ、なんか言うか。新天地でレッドスネークを追い払ったって聞いたんですが。日本人かい？あ、はい。あんたも憲法やるのかい？はい。挨拶代わりに手合わせでもどうだい？日本の憲法を見せてくれんかね。そしたら何でも教えてやるよ。何でも。んだ、
んといってもオラが知ってることだけだがね。とわ、よいしょ、ほれ、よいさ、おっ、とわ、おっ、とわ、ほれ、はい、とわ、ほれ、ふっ、とわ、せい、ふっ、教えてくれますか。ああ、約束だからな。新天地でレッドスネークたちを追い払ったそうですね。んだ、黙人喫茶を脅してたんでな。そいつらはどんな奴らでした。二人組で、一人は痩せて、もう一人はバンダナを巻いた大男だ。万来県にいた奴らか。ほう、あんたも会ったのかね、あのリョとコウって奴らに。ええ。おお、乾物屋を助けた旅のもんってあんただったのか。え、はい、聞いてるよ、オラからも礼を言うだ。いえ、俺は最近はレッドスネークのやりたい放題だ。花咲寺まで襲った、罰当たりどもめ。とはいえオラ一人じゃどうしようもねえ。奴らの居場所は新天地に万金堂って遊技場がある。あそこが奴らのたまり場だ。万金堂、わかりました。すいません。いらっしゃいませ。レッドスネークの連中がここに来ると聞いたんですが。そのようなご質問にはお答えいたしかねます。そうですか。すいません。当店自慢のカメちゃんレースでございます。どうぞお楽しみください。レッドスネークの連中がここに来ると聞いたんですが。そのようなご質問にはお答えいたしかねます。そんなことより一勝負いかがです。いえ、どうも。あの、いらっしゃいませ。娯楽の殿堂万金堂へようこそ。何かお困りですか。いえ。ご不明な点がありましたら私にお聞きください。どうも。すいません。いらっしゃいませ。娯楽の殿堂万金堂へようこそ。何かお困りですか。レッドスネークの連中がここに来ると聞いたんですが。申し訳ございません。そのような質問にはお答えできません。規則ですので。あの、規則ですので。そうですか、すいません。お年玉やっちゃいます。レッドスネークの連中がここに来ると聞いたんですが。ダメですよ、お仕事中なんですから。あの、何度聞かれてもお返事は同じですよ。そうですか。ビップカードをお持ちですか。ビップカード、はい、
ここから先は満金堂 VIP 会員様だけのお部屋になります。 VIP 専用の部屋、ここが怪しい。会員になるにはどうしたらいいんですか？ VIP 会員申し込み書にご記入の上、審査が通れば。審査には大体2ヶ月ほどいただいております。2ヶ月も？もっと早く入手できる方法はないんですか？そうですね、他の VIP 会員様の紹介状があれば。 VIP 会員を誰か教えてください。残念ながら会員様の個人情報はお教えできないことになっております。そうですか。すいません。お年玉です。楽しんでいってくださいね。こちらの VIP 会員を紹介してもらえませんか？お話は困ります。お年玉を楽しんでいただかなきゃ。こちらの VIP 会員は。それよりお年玉言っちゃってくださいよ。はあ、すいません。こちらは上でやったりです。こちらの VIP 会員を紹介してもらえませんか？そのようなご用件はフロントにお問い合わせください。そうですか、すいません。ん？あ、久しぶり。え？あれ違った？ええ。ああ、わかった。あなた屋台のソーセージ屋でしょ？あの、違います。俺は。あれ？でもどっかで会ったよね。あ、もしかして鵜飼の漁師さん？全然違います。